はい、皆さんこんにちは。こちらのホームボタンなしのね、 iOS デバイスがね、出ても1年以上経ちますけどもね、今日はね、改めてこのアシスティブタッチというね、機能に再注目してですね、このデバイスの操作にですね、この快適性が出ないかどうかをね、いろいろ試そうと思っています。ただですね、このアシスティブタッチっていうのは、もともと指に力が入らない方なんかのね、ためのものだったりもするようですし、あとはね、我々だとね、このホームボタンがね、いまいちこう調子が悪くなったりしていた時代によく使っていた機能かと思いますけどね、改めてホームボタンなしのものでね、活躍するかどうか試していきたいと思います。はい、それではですね、ホームボタンなしの弱点は、タッチ ID は除いてですね、このようにね、ロック解除の時に下からスワイプしなきゃいけなかったりとか、あとはコントロールセンター右上からとかね、ちょっと遠い。で、通知センターもね、左から中央のね、スワイプなんでね、若干ですね、全体的に、この片手操作する際に、ちょっとね、アクションが大きくなったっていうのはあるんですよね。で、この特にね、MAX とか 10R とかみたいんだと、こういったものつけないとしんどいっていうのと、あとは10とか 10S でもね、手のちっちゃい人にとっては少しね、アクションが大きいっていうところがね、弱点だと思います。それではアシスティブタッチに再び注目をしてみたわけですけども、設定はですね、一般の項目から中ほどにあるアクセシビリティというね、項目、これを押すとですね、さらに、下の方中ほどにアシスティブタッチというものが、ね、ありますよね。で、これを押すとね、ボタンが出てくるんで、これをね、オンにするとこのようにね、仮想ホームボタンみたいなものがね、出てくるということでね。で、これ 3D タッチ搭載機器については4項目ね、各アクションに割り当てができるということでですね。で、今シングルタップがメニューを開くってなってますが、このメニューっていうのは最上位メニューをカスタマイズもね、できるんですね。で、このようにデフォルトでは6個のアイコンがありましてですね、こんなような配置になっていますけども、これがね、それぞれね、好きなように変えられます。で、このシングルタップね、やってみるとこういった感じでね、メニューが出てくるわけですけども、このメニューをね、このそれぞれね、これ割り当てて好きなようにできるということなんでね、ちょっとやってみると、これ数はね、これ最初は6個ですが、減らせばね、1まで減らせるみたい で、 さらに、増やすとしたらね、6以上8までね、8個までいけるみたいですよね。で、これがデフォルトの設定ということで、1個ね、試しに見てみると、こうやってですね、物理ボタンを使うものなんかについてね、この割り当てがソフトウェアキーにね、できるわけですからね、音量を上げ下げとか、あとはこれ 3D タッチなんかもね、割り当てたり、あと Apple Pay ができたりするのは、これ右のサイドボタンダブルクリックですからね、結構いいはいいですよね。でね、これ、このボタンについてはですね、この右利き左利き両方が使えるように、どこにでも配置ができるんでね、これ真ん中はちょっと無理みたいですけどね。だから、これ右利きの人だったらこの辺に配置してですね、で、左利きの人はですね、逆に左の方にね、こう配置しておくとね、使いやすいのかなっていうね、ところですけども、で、右利き左利きね、それぞれこの上からスワイプがやっぱね、遠かったんですけど、この右上からはね、右利きの人まだね、マシでしたが、この左上中央のね、この通知の方はね、ちょっと遠かったわけですよね。で、逆に左利きの人はね、右上からスワイプのコントロールセンターがしんどかったんでね、このあたりがね、ちょっと操作性が上がるといいなというね、そんなところでしょうかね。はい、それであれこれいじって自分なりのベストの設定ができました。で、これアクションについてはね、シングルタップがホーム、ダブルタップは簡易アクセス、長押しはコントロールセンター、 3D タッチはメニューを開くをね、割り当てました。で、それぞれやってみるとね、こんな感じです。シングルタップ、ホーム、で、これはこんな感じでね、ホームに軽くタップするだけで戻りますね。ちょっともう一回やってみましょうか。こんな感じですね、戻りますね。ただね、これなんとなく下からスワイプよりも反応が遅い気はいたしますよね。これはちょっとね、後々改善してほしい部分ではあります。ちょっと遅いんですよね。
で、お次がダブルタップ。これはもう簡易アクセスですよね。これはホームボタンありの機種と同じですね。で、長押し。長押しはね、これコントロールセンター。これいいですね。右上からスワイプしなくてもいいんで、近場でできます。で、これが 3D タッチ。3D タッチはね、こんな感じの割り当てをね、してみました。まあ、結構ね、かなりいじりましたが、これ右がね、デフォルトなんですけどね。でもこのアクションにね割り当てたコントロールセンターとかホームについてはね削除しちゃって、で物理ボタンをね中心に、まあ、それをね割り当てたという感じでね、まあ、これ音量とか画面ロックとか Apple Pay とかね、まあ、そういう感じでですね、この物理ボタンを使わないでね、これほら Apple Pay なんかねこっち側じゃないですか、画面ロックもそうだけど、まあ、そんな割り当てをしましてですね、それでね、これ使ってみるとね、右手、片手ですけどね、この、まあ、下からスワイプってやりやすいはやりやすいんだけど、MAX なんかだとね、ちょっとバランスがいまいちな時あるんですけどね、まあ、軽く押すだけでね、戻るっていうのは結構いいはいいですよね。ダブルタップもね、これ本当にバランス崩しにくいっていうのはありますよね。で、長押しなんかもね、コントロールセンターやりやすくなりましたよね。で、3D タッチで、この各ね、メニューですけどね、Apple Pay。これもね、右のサイドボタンをね、連打しないでもいいし、通知も楽に出てきますよね。左の上の方からやんないでいいですしね。あとは音量とかも、この物理ボタン押さないでね、できちゃうということでね。これ良いですね。で、画面ロック。こんな感じで、ね、カチッと押さないでもいいっていう感じでね。で、これ 3D タッチっていうのはね、なんか、この、まあ、あんまり意味あるのかっていうのはありますけど、この、一回ね、この出す、例えばねアイコンをね1回タップするだけでね 3D タッチみたいなポップアップが出るというね、まあ、そんなやり方で、まあ、活用次第でねこれいいのかなっていうとこですよね。はい、それでまあホームボタンありでもね力が少なくて済む場合もありますよね、まあ、このロック解除についてはねこれ乗っけるだけで解除するっていう設定もできるんですが、まあ、このホームに戻るっていう操作はやっぱりねグッと押さなきゃいけなかったのが、まあ、それがね、なくても良くなりますね。簡易アクセスは一緒かなこれね。まあ、そんな感じでですね、まあ、ホームボタンありでもね、このメリットがまあないわけではないというね、ところでしょうかね。で、iPhone 8 XR についてですけども、まあ、こちらの2機種についてね、見ていくと、この8はね、もうこの 3D タッチがありますからね、もう4つのアクションを設定できるようになっていますね。ところがね、これ 10R については残念ながらね、このアクションは3つまでということでね、まあ、3D タッチは、これ割り当てができないんですよね。だからまあそれがちょっとね、残念な部分ではありますけどね。これだから長押しとかね、そういうのまでなんですよね。で、まあこの最上位のメニューのカスタマイズについてはね、これ見ていってもね、やっぱりこれ 3D タッチって、対応機種には出てくるんですけど、ないんですよね。まあこれがちょっとね、残念な部分でしたね。ピンチの下に。ないわけですね。うん、ちょっと残念。で、iPad Pro でもね、ちょっと設定してみました。で、まあ iPad についてはね、正直言って、まあそんなに必要かっていう部分はありますけどね、やはり 3D タッチは、これね、対応してないんですよね。で、最上位のメニューをね、カスタマイズして、私なりにね、やってみたんで、ちょっとね、一通り触ってみたいですけどね。で、これ、ね、まず、ホーム、シングルタップですよね。で、ダブルタップで、このメニューにね、してみました。で、長押しで、このように、コントロールセンターにしたってことでね。まあ、こんな感じの割り当てでどうかなっていうとこですね。で、メニューについてはね、こういった感じで、通知センターのね、割り当てをしてみたりしたし、あとはね、これ、あとは画面の回転とかね、まあ、これもね、これね、iPad ならではですよね。で、あとはね、このドックなんかも割り当てたんだけどね、こうやって出しやすいんですよね。まあでもこれは下からスワイプでいいかなっていう感じもありますね。こんな感じでね、まあこれロック解除についてもね、こうやって、ポンと押すだけでね、できるんでアクションはちっちゃいですよね。ただまあ実際ね、下からスワイプの方が、まあ、iPad の場合はいいのかななんてことでね、まあ、今回はね、この、特にね、大型の iPhone についてはね、このアシスティブタッチでね、この片手操作のね、可能性が広がったのかな、なんていうふうに思いました。
まあ、大型の iPhone だとね、指の動きの、まあ、アクションがね、こう省エネ化するってことでね、まあ、そのあたりで良さそうかなってところでね、まあ、MAX でね、しばらく使ってみたいと思っています。それではまた。この動画が面白いなと思ってくださった方は、いいね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。